さんこんにちは、藤本です。今日はですね、子犬に伏せを教えようとしてたらいつの間にかお座りしないんですけど、これについてお話します。はい、こんなことよくありませんか？結構最初に教えやすいのとお座りとかお手とかだと思うんですけど、そのお座りを一生懸命覚えさせたんですよ。で、よしできた、じゃあお座りできたら次はこのお座りの先生が伏せをしようとして一生懸命伏せをね、こう教えていくんです。で、あると気がつくんです。あれ？お座りせんくなったっていうことですね。で、その時にいざ、さあお座りだよって言っても伏せってするんですよね。はい。で、これは理由があるんです。理由、小犬ちゃんの気持ちとして、まあ心理の方なんですけども、小犬ちゃんの心理は先読みする能力が非常に高いってことなんですね。ここを忘れがちなんです。はい、先読みする能力めちゃくちゃ高いです。で、これなんでかというと、例えばお座り一つもそうなんですよ。お座りって言いました。で、手をこう持っていくからお座りの形になる。で、形になるからご褒美が出てくる。声、形を作るご褒美ですよね。声、形、ご褒美で、声、形、ご褒美、声、形、ご褒美、これずっと繰り返していくと、もう声だけで、あ、これでしょっていう形で先読みしてできるようになるんです。だから声を先にやって工程をすることによって、声だけでお座りっていうのを教えれることができるんです。いいですか？これ同時出しとか手やってお座りって言っても、お座りって言葉覚えないんです。言って行動してご褒美が出てくる。だから言ったらこれでご褒美っていうことで、もうさっとできるようになっちゃうんですね。なので声が先出すですよっていう話なんです。で、これが伏せの落とし穴なんですね。一生懸命伏せ、お座りしてから伏せ、お座りして伏せ、お座りして伏せ、伏せができたご褒美、伏せできたご褒美、伏せできたご褒美やっていくと、あ、なるほど、伏せがしたらご褒美が出てくるんだなっていうふうに認識するんです。なのでお座りはもうしなくなるんです。お座りでご褒美が出てこないからですね。なので、ここの時のポイントっていうのはたった一つ、ご褒美のタイミングなんですね。はい。で、これを宿題でお話しさせていただこうと思います。これはお座りできてる人もね、でお座り伏せ両方できてる人、それもとか伏せをこれから教える人、ぜひこの宿題やってほしいかなと思います。では今日の宿題はこれです。はい、じゃあですね、今日はお座りを忘れさせないように伏せを教えるっていうことで、このお座りを教え忘れさせないコツっていうことを今日お話しさせていただきます。お座りを教えようとしたらいつの間にか伏せが伏せしかしなくなって、これポイントだった一つ。お座りの時もご褒美をあげましょう。で、伏せる時もご褒美をあげる。両方であげるんですね。 100% になったのであればランダムでいいです。2回に1回、3回に1回とかでいいです。で、必ずご褒美っていうのをこっちでも使うっていうのを忘れないでください。するとお座りもできるし、伏せもちゃんとできる子にちゃんと育ちます。なのでね、伏せを一生懸命教えようとして、ついついお座りを置いてけぼりにしてる方多いので、ぜひね、これ注意してやっていただきたいと思います。っていう形でまた明日からも、こゆみちゃんに役立つ情報を配信していきます。楽しみにお待ちください。ではまた明日お会いしましょう。